イコンチャプターですけどね、 R ファクター2で雨やっていきたいと思います。 R ファクターはもう本当ねプロが最も使っているっていうね、プロドライバーが最も使っているよいしょシミュレーターですね。さてそれの雨がね結構リアルだっていうんで、どのくらいリアルなのかっていうのをちょっとね検証してみたいと思います。雨の中ねちょっとフェラーリでレースとかね、いろんな車で雨のレースやったことあるんで、その経験をもとによいしょどうだだということを言っていきたいと思います。やっぱね、俺たちみたいなやっぱ素人レーサーがさ、素人レーサーね、ロックする素人レーサーが一番嫌いなのは雨なんだよね多分。雨好きな素人の人いるかな、わかんない、いるかもしれんけど、雨はね基本的に嫌いなんですよ。なんでかっていうと時間がやっぱないから、経験がね不足してるんですよ。つまりまだあんまり濡れてないね。経験が不足してるとやっぱね雨の経験ってなかなかできないからさ、やっぱ場数踏んでないとそのサーキットの雨とか水たまりが、できる場所とか、まあ基本的な雨の走り方とか、まあその車とかね、あとやっぱタイヤっていう要素、そのタイヤがそのくらいの雨だとどのくらい食うかとかっていう、やっぱ経験値がさ不足しすぎてて、やっぱドライバーとしてさ、やっぱり単純に怖いっていうね雨はだと怖いっていうさ、要は経験が不足しすぎて技術的ななんていうのかな、 どうしたらいいか分かんなくなるっていうね、このくらいだとどのくらい来るんだろうっていう手探り状態が始まってしまって、まあ、レースどころではないっていうところがあるので、やっぱ素人はね雨が苦手だと思うんですよ基本的にね。もうだいぶどんどん強くなってくんだ、まだ平気だな、あだいぶいいよ、やっとタイヤが温まってブレーキも温まって、よいしょ、で雨で、まあ、今のところね結構こうリアルだって言われてるのがアセットコルサコンペティオネ、この雨がなんていうのかな、さっき言ったこう水たまりね、水たまりができる、こうインナーとかが水たまりができて、その水たまりを避けるためにこうレインのね雨ラインっていうのがあるんですよ、どのサーキットでも大体ね、うん、例えば富士とかだと1コーナー抜けた後にすごいねストレート短いストレートね、ここコアラまでのストレートにこう斜めの川ができるのね、でその斜めの川にこうだから斜めの川だからさ、まっすぐ入るとこう斜めになるわけよ、最初に左のタイヤが入るのかな、だから左のタイヤだけ左前にブレーキがかかってスピンするっていうね、もうよくあるあるなんだよねあるある、富士雨の富士あるあるみたいなさ、結局それそういうのも経験がものを言うっていうところがあるんだよね。でアセットコルサコンペティオネの何がすごいかっていうと、その水たまりをね再現してるんだよね、だからモンツァとかのアセットコルサコンペティオネ富士ないからね、まあ、俺がアメラインしてるのは富士ぐらいだから検証できないんだけど、モンツァとかの最終コーナーかな、そこに水溜りがあったりとか、確かにこう水溜りに入るとハイドロプレーンになったりとかね、斜めから入るとなんかこうハンドルがねこう取られたりとか、結構ねいろいろするんですよ。
雨すげえな。でもそんなに雨がまだ大丈夫だな。まあ今日まだレインだから、まあまあすごい滑るけど、まあ大丈夫な領域だな。あ、この雨は意外といいかもしれない。確かにね、雨ってあのね、思った以上にね食うんだよね、レインタイヤって案外。うわ流れるけどだいぶいいよ。だいぶこう路面がね全部濡れてきたね。雨がやっぱり降り始めて、あやばい行き過ぎた。大丈夫だった、ギリギリ止まった。はい、そして今ねニュール走ってるんですけど、なぜ雨のニュールを練習してるかっていうと、実車でねニュール走りに行きたいと思います。で、まあ別にねツーリストで行けば、まあ俺も何回もね実車で何回か実車でねニュール走ったことあるんですけど、今回ねちょっと本当10年ぶりぐらいなんだけど、久しぶりなんでね、また練習していかないといけないし、できればねレースしたいよね。 VLN に出たいなって思ってんだよね。まあ今年はまだ出ないけど、ちょっとそれもね、まあ、とりあえず一回走ろうかっていうね、俺どんくらい走るんだろう今っていうのがあって、今ねちょっと VLN に出たくてダイエットしてますねでね、なんで雨の練習が大事なのかっていうと、そうそう、ツーリストで行けばさ別にいいわけよ。雨降ったらもう乗らねえよって、まあ、次の日晴れたらちょっと乗ろうかみたいなさ、そんなノリでまあいいじゃん。それにまあ、雨だったらちょっとゆっくり走って、本当にゆっくり走ればいいわっていうさ、まあこともあるわけじゃん。でもねさすがに VLN になったらそういうわけにはいかないですよ。あちょっと待ってやばいな、雨ブレーキがロックして滑る。あと原石乗ると滑るんだな、ニュルはな。さすがにニュル、雨のニュルは一回も走ったことない。なんでね、じゃあみんなで計画を立てました、仮にね、はい、VLN、ね、車両も用意してね、みんなで出ようっつってニュル行きます。はい、とレース当日雨降ってます、はいどうするっていうねあーさっき誰か乗っていいよみたいな感じになるけどね一番経験豊かな人乗ってくださいよみたいになるよ俺雨止んだら乗ろうかなみたいな、いや雨止んだら乗ろうかなって、雨止んで乗ってて急にね、はい雨降り出しましたっつってあの向こう側まだ雨でしたとかさなった時だよなった時どうするんだよなって話だな。やばいよな、ほんと雨苦手なんだよ。だからこうニュルの雨の経験を積むなんてさ、果たして本当に日本人ドライバーができるんだろうかっていうところじゃないですか。うおやべえ、だからもうね、地元のこう、まあちょっと領域が違ってもさ、見る24時間とかで見てるとさ、地元の本当にめちゃめちゃこう走り込んでるドライバー、プロドライバーが雨のニュルの犠牲になっていくわけじゃない。
そういうの見るとね、まあだから、まあ、そういう意味で言ってもやっぱりこうあれだよね、シミュレーターで雨が練習できるっていうのはものすごい画期的なことだと思うよね。やっぱ少なくともこう経験がね、どのくらい違うかっていうところはあるけど、車によってとかコースによってとかさ、で何がね、あの現実っぽくてどこの辺が非現実っぽいかっていうところもあるんだけど、あでもここはブレーキだなとかさ、速度気をつけなきゃいけないなっていうところがいろいろあるわけじゃん。それはわかる。なんとなくね、話のこう一つ基準ができるかなっていうところはあるんで、いやまあいい時代になったっちゃいい時代になったけどね。はい、ということで次ね、雨のレースやっていきたいと思います。はい、じゃあね、雨のレースやっていきたいと思います。ローリングスタートですね。さあ前が見えないね、こんなことする。いやこれもうマジでブレーキングポイントが、待って、はい、VLN 来ていきなりね、1コーナーでスピンとかね、あるかもしれない、あるかもしれんわな、これな。ゴーゴーゴー、さあ行くぜ。うわー怖い。いやもうこんな、だってこんな雨の中こんな車に突っ込んでいけなくね。こんな集団の中入っていける。まあ富士でね、富士だったらいけるけどさ、まあだから経験なんだよな多分な。失礼。まあでもそんな富士でも俺あれだよね、富士もあのグランツーリスモでまあコースレコード出したようなもんだしな、グランツーリスモのおかげでね、現実のコースレコードが出せたっていうところもあるから、やっぱこうシミュレーターでごめんね走り込むってめちゃめちゃ大事だよなっていうね気はする。まあ、その時は本当にね、実車をイメージした方がいいね。いけないラインとか、自分がいけないラインとかは行かない方がいい。あの現実お前そこ行けんのかっていうさ、そういうラインはあるわけよ。その技術的にもあるし、精神的にも。でそのラインお前本当に実車で行けるんですかっていうさ、そこ入って行けるんですかっていうところを、行かないような感じで練習しないと実車乗った時にやっぱりなんかあれだよな、ちょっと違うなって感じになっちゃうんだよな。だから余計混乱するっていうか、大暴れだ。うわブレーキ突っ込んだ。ああいうところがやっぱさ、こうブラインドっていうかこう、ね、ウォータースクリーンで前が見えなくなった時にどのくらいこう次のラインが余ってるとか、そういう経験だったりとかするよなやっぱりな。ここで行く？ここで入っちゃう俺。そこで抜かした？嘘でしょ。うわちょっと待って、ただ単にアンダー出てるだけ、アンダー出て、アンダー出て外側に行ってるだけ。
あー、ラテナイブスター、後ろ来ちゃった。あー、今のため、あそこでブレーキロックしたら死ぬな。マジでやばい。レンタカーはさ、保険が面積結構でかいんだよな。いけないわこんなとこ。雨強くなってるね。ブレーキが効かなくなってる。ロックしやすい。よいしょ。雨、さっきより練習の時よりも雨が強いね。そういうのはちゃんと表現されてるんだね。全速にするとスイフトでも50万ぐらい。86とかだとでももっといくらなんだろう。結構ねスイフトとか86がね多いんだよね。レンタルレーシングカーを走る。大丈夫か。そうなんだよ、俺だけじゃないんだよ、気をつけなきゃいけないの。周りの車にアストンくん、ちょっと待って。これはやばい。あー、ロックした。ロいや、わかんない。もうさすがちょっと渋だと、このみんなどういう姿勢になってるかが。雨強くなってます。雨が強くなっててやばい。雨強いです。すいません、アストック邪魔です。邪魔ですけど、クリップが遅いっす。なのにストレート速いっす。そこ水たまり大丈夫？うわー、なんだ、ちょっと待て、イン入ってきたぞ。いや、もうマジで俺がさ、本当に VLN 本番だとしてみ、GT3 は乗ってないと思うけど、どうするよって話だよね。失礼します。失礼しません。あー、だからブレーキすんじゃねえっつうの。つったとこでコーナー押せんだよって。めっちゃ雨。ちょ待って。なんなんだこのコースよ。
雨が、ちょっと待って、雨がひどい、雨がやばい、ちょっと待って、今の結構もうダメだよね、本当は。かっこいい、このポルシェ。遅いんすけど、行くわ、行けないわあのぐらいじゃないと曲がれないってことか。流れてる。ちょっと待って、ギアが。ちょっと待って、なにこれ。ギアが上がんねえ。うわ、めっちゃ流れる。これ雨の日ここ入っていいのかな、そういうことが分かんないんだよ。あー、ちょっと待って、すごい雨。すぎる。ちょっとメカニカルトラブルだパドルおかしいわ。はい、ということでやってきましたけどね、やった感じアセットコルセコンペティオネも水たまりを再現してたりとかかなりリアルなんだけど、これはね、水たまり以外のところの挙動はこっちの方がリアルだと思う。なんで基本的に雨の練習はこっちでやって、水たまりこんな感じだよっていう経験をアセットコルセコンペティオネでやるっていう、その2本立てだね。雨の練習おすすめですね。やっぱね、こうやってシムで経験を積んでいくと比較的雨も平気になんじゃないかな。ちょっとわかんないな、雨はな。得意になれるかどうかは分からんけど、ある程度安全性は、まあ、確実に上がるというふうには言えるとは思います。はい、ということで、やってみましたがいかがだったでしょうね。またね、これやってくんで、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。あ、ここ見た、これ見た、これ、ここ、つなぎ目なくなったんだけど。